では続きまして、平山喜一さんです。演題がブータンでの診療を踏まえた1救急医の人生観の探求と医療の役割についてです。平山さんは救急専門医で、京都大学救急フィールド医学研究科博士課程、そしてこれまでに兵庫県立淡路医療センターで救急研修をされました。救急医療地域包括支援センターの支援、そして行政との ACP、アドバンスケアプランニングの普及活動、またブータンも訪問されて、JICA 草の根プロジェクトに従事されています。有志の政策立案団体のポリシーメーカーズラボにも所属され、世代関係省やソーシャルサポートをテーマに研究されています。では、平山さんどうぞよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。京都大学のフィールド医学教室の平山喜一と申します。ブータンの診療を踏まえた1救急医の人生観の探求と医療の役割について発表します。昨年はちょっと聴衆側だったんですけども、フィールド医学なんだか面白そうだねっていうことで声をかけていただきまして、ここで発表することになりました。防災の話とちょっと異なるかもしれませんが、どこかでリンクする部分があると思ってますので、参考に聞いていただければ幸いです。今回一番伝えたいことは、世代のつながりを感じるということになります。今回お話しするのは以下の項目となっています。私のバックグラウンドは救急医で、4年前に大学院に入学して、ブータンで診療しました。コロナ禍で渡航できない間は、地域包括支援センターに出入りし、今年度から始まった JICA 草の根、プロジェクトの一員としてブータンでも活動しております。興味関心は世代関係省ソーシャルサポートです。なぜブータン、よく聞かれるんですけれども、それは職権者自体に遡ります。お見取りの際に感じました。死というものが残された家族がどう納得するかであり、病床の患者さんは、どのような時に生きている幸せと感じるのだろうと思うようになりました。心の持ちようによるものではないか。では、あまり医療が整っていない、整っていなくても幸せの国と言われるブータンに行けば、何か心の持ちようがわかるかもしれないと思って、ブータンに興味を持つようになりました。生きるとは何だろうというテーマで、いろいろな活動をしてきました。今回はその一部をご紹介します。そもそもフィールド薬とは何？初めて聞いたという方が大半だと思います。フィールド薬とは、疾病、老化のありさまを、自然環境、文化背景との関連でもう一度捉え直そうとする研究領域のことを言います。その患者さんがどういうふうに暮らしていて、どんな仲間や、どんな家族がいて、どんなものを食べて、日常生活の上でどんな課題を抱えているのか、生活や文化の中で捉えるということです。現地で人々の苦に寄り添いながら、内に湧いてきた問いを重んじ、その問いを追求していきます。フィールド薬の活動は、高知県の高齢化が進んだ町でつながっています。今から30年以上も前に、地域の方々と一緒に、今の包括ケアシステムを構築しました。その結果として、棒グラフが ADL の自立度を表し、折れ線が医療費を表しています。地域介入した結果として、棒グラフの自立度は徐々に上昇しています。そして、平均以上だった医療費が平均以下に変化していきます。次に、ブータンでの、経験についてお話しします。皆さんは、ブータンがどこにあるか、ご存知でしょうか。ブータンは、中国と、インドに挟まれた、ここにあります。国土は九州とほぼ同じぐらい。人口は77万人で、高知県とほぼ同じぐらいです。日本からは、バンコクの、乗り継ぎで向かいます。活動する地域は、ブータンの東の村です。左の写真は、首都のティンプなんですけども、飛行機ですと東の村まで1時間ぐらいで到達できるんですけれども、
標高が高くて雲がかかることから車移動になることもあります。このような山道を 2,3 日かけて移動します。こちらが活動する地域です。自然豊かな山の斜面にある村となっております。食事は唐辛子を使うことが多くて、左の写真は唐辛子をそのまま天ぷらにしたものです。右の写真が典型的なご飯の様子で、主食はお米となっています。村では診療したり血圧計を持ち歩いて村の方からお話を聞いたりしています。診療以外にサッカーをしたり、学校で一緒に遊んだり、踊りを踊ったりしました。この右の写真の中で私がどこにいるか分かりますでしょうか。ここにいます。この診療所で診療しています。基本的にブータンでは医療費は無料です。診療所には多くの学生が口内炎や舌炎で受診し、こんなに多いのには何か訳があるのではないかと学校給食を見に行きました。こんもりご飯に野菜のおかずがかけられていました。肉はと聞くと、鶏肉が月に2回出るくらいとのことです。食事量は十分に食べていますけれども、粘膜に異常が出るようなビタミン、ミネラルが十分に取れていない、特定の栄養失調に移行しているのではないかと考えました。そのため、食べている内容と症状の関係を見ようと、学校検診を地元の歯科医と一緒に行いました。その結果を保健所に報告し、その後給食の内容の変更や学校でビタミン剤を配布するようになったと聞きました。今年度からは JICA の草の根プロジェクトに参加しています。保健、農業、文化保存の三位一体となって活動しています。県班の主な目的は医療アクセスの介入や高齢者の階層療法です。この表が昨年秋に渡航して感じたプログラミストとなっております。カンボジアに渡航した際にも同じようなことを感じたため、汎用性があるのかなというふうに思っております。一つ一つ説明したいところなんですけれども、今回は右のソーシャルサポートの一部についてお話しします。続いては医療ができることについてです。この写真を見てどのように感じられますでしょうか。この高齢女性は実は大腿骨の骨折で自宅で療養しています。日本では1週間以内に手術されますが、ブータンでは手術するには首都まで行かねばならず、高齢者まで手術するのは難しい状況となっています。でも彼女は穏やかに暮らされていました。高齢社会の日本、高齢化社会へ向かうブータン、医療介護において共通点は、話を聞き本人を知ることではないかと思います。ブータンではインターネットが普及し、得られる情報と得られる医療の間にギャップがあります。しかし、諦めではなく得られる医療でどのように本人に沿っていくかが大切になります。医療が整った日本においても延命治療をするかしないかだけでなく、本人がどのように最後を迎えていくかが話題となっています。過去の延長線上に今終末期、死があり、本人がどのように生きていったか、本人に合わせて医療を合わせていく必要があります。話を聞いてその人を知るっていうのは、だから医療はなんだかこう異文化の交流の場のように思えてきました。医療という文化と生活者としての文化、そしてその人の文化を把握する、我々医療者側の生活者
としての文化の、異文化が重なります。自分の考えでは結構グラグラ揺れます。その中で論理性を持ち合わせ、論理的でない確実性があることを共有する力が求められます。さまざまな人生観を知りたいと思って私は話を聞いています。左はブータンでの写真で、右は、高知県、土佐町でのもの。続いてソーシャルサポートについてです。おばあちゃんが喘息だから見てほしいとお宅に行ったら、この子がお父さんに抱かれて座っていました。脳性麻痺の子です。詳しく聞くと、都会でお父さんが働いていた時に生まれ、出産時間が長引いたために脳性麻痺となって生まれてきました。東の村へ仕事で引っ越して、あまり表には出てきません。それは前世の行いが今の障害に影響を及ぼしているというスティグマが、あるからとも聞いています。周囲もあまり関心を、持っている様子はありませんでした。しかし、病院から処方を受けたりと病院とのつながりはありました。ここで感じたのが、病院との連携を通じた、ソーシャルサポートの情勢です。ソーシャルサポートと先から、述べておりますけれども、ソーシャルサポートというのは社会的、関係の中でやり取りされる支援のことです。実際に受けたこと、受けるかもしれない期待、共感、具体的なお金のことを区別することもあります。ちょっと見にくいですけども、右のような質問で聞きます。深刻な問題を抱えたときに、頼りになる人は何人くらいいますか？周りの人はどれだけあなたの行動に関心や興味を示してくれますか？実際に助けが必要になったとき、近所の人に手助けを頼めますか？ソーシャルサポートは、孤独からうつ病への減衰作用を持ち、重要な要素となっています。今回、実はソーシャルサポートは防災とも関連があることを付け加えておきます。災害が起きたとき、近所に助けてくれる人がいますかという質問を、土佐町の高齢者に聞きました。青色が、助けてくれる人がいないと回答した方たちです。ソーシャルサポートを表の上から、低い、中くらい、高いというふうに分けると、日頃のソーシャルサポートが低いと、災害が起きたときに、助けてくれる人がいない割合が高いという結果になりました。救急外来に目を向けてみます。救急外来では、軽症の頻回受診の方が、重症の方を、医療者が診察する際の、いろんなリソースを、圧迫することがあります。この図で、右の図で表れているように、救急外来に受診した患者さんを、そのまま帰宅させても、本人の生活は変わらず、また受診の繰り返しとなっています。その患者さんの特徴として、孤独や貧困、独身などです。災害弱者と似ているかもしれません。そして誰に助けを求めていいかわからない、つまりソーシャルサポートが低い方の対応が必要になっています。その公的なソーシャルサポートとしての役割を果たすのが、地域包括支援センターではないかと考えています。医療、福祉、予防、健康管理などのサービスが一体化された地域密着型のケアシステムの中で、高齢者の困りごとのワンストップの対応をするのがこのセンターです。介護福祉士、看護師、社会福祉士が最低1人ずつ配属され、各中学校区に1つあり、全国5000箇所あります。皆さんの近くにも、あると思います。センターが、今後大きな役割を、担うと思いまして、朝のラジオ体操から参加してきました。右の写真は、介護サービス導入の、
前の、まあ、お宅訪問に行くのに、まあ、自転車で御所を横切っている様子です。少し事例を紹介します。認知症の、認知症の方の、閉じこもりによる、家族負担です。80代女性で、娘さんと2人暮らし。本人が病識を認知し、悲観して、閉じこもっています。で、一緒にいる、娘さんが一緒に生活して、苛立っておられました。出身の話から生い立ちを聴取し、社会貢献を生きがいにした、人となりを家族が再認識することができました。まさに本人を知るアドバンストケアプランニング ACP の過程となりました。以前活動していた社会活動に参加する方針となりました。本人の生きがい聴取と官民の連携といえそうです。次の事例はペットの問題です。80代男性がペットを自分よりも大事だと入院治療を拒否した事例です。実は何度か同じような事例が続き、ペットホテルとセンターに協力関係ができており、ペットを預けることができ入院治療に至りました。事例が重なるということはニーズがあるということではないでしょうか。ビジネスへの展開可能性が、あるのではないかと考えます。しかし、まあ、センター側は、まあ、個別対応に精一杯で、ビジネスへ変換可能な、形まで、提示できないというふうにおっしゃられていました。事例の活用としては、政策のほかに大学での研究、そして社会のニーズをビジネスで展開することもできると思います。一つの事例から次のソーシャルサポートを産官学連携で展開できる可能性を持つ地域包括支援センターを皆さん覚えていただければ幸いです。ちょっと小まとめとして、個別事例のミクロな視点と社会システムのマクロな視点をお伝えします。平常時のソーシャルサポートを防災に対しても醸成します。医療が地域包括支援センターや福祉と連携し、生活面へのアプローチの起点の一つとなります。そして話を聞きます。福祉と一緒にけれども、最後に人生観についてお話しします。まあ、皆さんはどのような時に、まあ、幸せだなと感じたり、どのような時に生きていてよかったなというふうに思ったりしますか。まあ、ちなみに私は、家に帰宅した時に、まあ、子供がこう 出迎えて、抱きついてきてくれた時に、まあ、幸せだなと思ったりします。まあ、ブータンであなたにとって、幸せとは何かと聞いてみました。食事、水、家があることといった、まあ、生きる基盤のことを言う方、まあ、生きることただそれだけという方、そして興味深いと感じたのが、幸せと思いすぎるものでもなく、悲しみと思いすぎるのでもなく、コンスタント、ピースフルがいいんだという回答でした。まあ、秘訣は何ですかと聞くと、まあ、友達と一緒になってご飯を食べることだというふうにおっしゃっていました。一方で、目が見えにくくなった高齢者にお話を聞くと、毎朝起きるたびに泣いていると言っていたり、喘息を持つ高齢者は、街に買い物に行きにくくなって、そのような時は全然幸せじゃないというふうにおっしゃっていました。日本の高齢者にも聞いていました。まあ、肩や足が痛くなって、幸福度は100点中3点。自分は一人親で、周りには子供がグレるよと言われたから、仕事の間に何度も子供たちの顔を見に家に帰ったそうです。子供たちがグレずに立派に育ったことを誇りにされていました。
だから生きていてよかったというふうにおっしゃられていました。この図は、ご覧になったことがあるでしょうか。エリクソンの心理社会的発達論の模式図です。人生の壮年期の世代性を克服すれば、老年期に自分の統合に向かえると言っています。世代性というのは、自分の死を意識し、自身の経験や上の世代から継承したものを次の世代に残そうとすることです。昨年の老年学会で、若者とのつながりや世代間継承が生きていてよかったと思えることに寄与していることを報告しました。世界でも世代間の交流は推奨されています。つながりを処方する社会的処方というのを表した WHO の模式図です。ここで高齢者が健康になるサイクルとして若者のメンターになったり、貢献へのアプローチが記載されています。そこに生きていてよかったと思えるよう、貢献まではいかずとも、次世代のつながりを考慮したアプローチを考えていければと思います。ブータンや日本で高齢者にインタビューすると、健康観や人生観に触れて、私自身もとても勉強になりました。そこで学齢期の子どもを絡めたいと考えています。それは学生が高齢者の話を聞くことです。老いについて知り、自分の文化を知り、そして自分が何に興味を持っているかなど、自分自身を知り、そして地元に愛着を持って、地元に貢献するようになるのではないかと考えています。若者はどのように幸せを追求すればいいか。私は幸せは追い求めるものではなく、結果として感じるものではないかと考えています。思春期になり、自分って何だろうと不安に孤独になることがあるでしょう。その時に自分の素因を作った自分のルーツ、歴史を聞いてみてください。誰に聞くか。自分のおじいちゃんやおばあちゃんに聞いてみましょう。彼らは似たような素因を持ち、ベクトルの行き着いた先にいます。同じような悩みを持っていたかもしれません。同意するでもよし、反発するでもよし、合わないなと思って、そういう違和感こそがその人らしさと思っています。それを自分や他人との対話の中で言語化し、次の世代につなげていきます。自分は今一人でいるのではなく、これまでの先祖と子孫の間にいるのです。この世代間の交流を促すのは、我々大人、間の世代の役割ではないでしょうか。同じようなことを昔の方も、言っています。人格は死の子らの最高の幸福である。自己はこれまでの歴史、文化の潮流の一時点にいる。すべての子供には少なくとも一人、自分に理不尽なほど夢中になってくれる大人が必要。生きるとは何でしょうか。一言で言えば、次世代の、ピアサポーターではないでしょうか。以上です。皆さんと一緒にいろいろ考えていければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。平野さん、どうもありがとうございました。ブータンでの診療を踏まえた一救急医の人生観の探求と医療の役割についてご講演いただきました。では、質問を受け付けます。まず会場の方から質問がございましたら、挙手をお願いいたします。ご声ありがとうございました。都市安全研究センターの大西です。何点かちょっと途中の小学部のところでお聞きしたところで、地域包括ケア の支援センターっていうところを、ちょっと場合によってはそのビジネス化につなげることができるんじゃないかなということなんですが、かなりシステムとしてはそのビジネス化することが難しいシステムじゃないかなとは思っているんですけど、何か先生アイデアとかをもしかしたらいい。そうですね。社会競技
福祉協議会、一つの、まあ、団体が、まあ、こう何か所かやっていたり、もしくはこう一つの部署でこうやっていたりということもあって、なんか今そんなにこう、知識の共有というのがされていなくて、でいかにその、その一つ一つの困難事例というのをこう集めて、あのみんなでこう話し合っていくか、みんなでこう、なんですかね、対処していくかっていうところが、まあ、大事になってくるかなというふうに思っています。そうなったときに、あ、この事例すごい集まってくるとか、同じような事例があったときに、まあ、次にじゃあ、国だけでできるのかっていうと、あの、民間の力を入れないといけないでしょうし、そこが、まあ、あの、チャンスになってくるのかなと思っています。実はそこから、あの、受益者となるのが、やはり、あの、その、利用者側の、その、困難な立場の高齢者や、あの、弱者になるんですけど、そこを助けることに何もビジネス的にメリットがないと言われてしまうとなかなか辛いんじゃないかなと思って、まあ、あの、すいません、いろいろ、あの、実際その、自分の身内なんかちょっと、今回この半年前からちょっと同じように対応したことがあって、困難事例があることは本当にあるんですが、それをなんかうまいこと確かにつなげていただけたなと思ったので聞いてみました。ありがとうございます。あ、質問よろしいですか。あの、神戸大学工学研究科の田澤と申します。あの、大変素晴らしいご講演ありがとうございます。あの、先ほどの支援センターの方なんですけども、まあ、ただでさえ、あの、困難に直面している、あの、高齢者の方が多いという中で、まあ、このイベント防災ということですので、まあ、防災の際は、さらに、あの、そういうことがよりひどくなることが想定されるんですけども、ね、現状、その支援センターの方で、そういう災害対応みたいな形の何かしらの想定とか対策っていうのは検討されてるんでしょうか。災害までどうするかっていうところまでちょっと踏み込んで聞いてはいないんですけれども、ただあの、何ですかね、まあ、自治会みたいなところで、どこに、あの、まあ、避難するときに、難しい方がいらっしゃるとか、そういったところは把握されていて、どういうふうに、あの、この災害まで、災害の時に活用するかっていうところの、その連携が、まあ今あまり取れていないのかなっていうふうには思っている。で、中にはその、いろいろマッピングして、あの、そういうことをやろうって方もいらっしゃいますけれども、あの、なんですか、その公的なデータをどうするのかとか、その辺がうまくいっていないところもあって、まあ、今後、やっぱりその公的なデータも扱える地域包括支援センターが、やっぱりその、どこにこう、要支援者、要介護者がいるっていうのを把握してますので、ここがもっとこう、その人たちだけではなく、まあ、新しくその、こう、いかに活用するかっていう、まあ、外の面からも、あの、支援が必要かなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。あの、まあ、課題があるということですので、おそらく防災の、あの、専門家とも、あの、連携しながら、あの、ぜひ、あの、解決の方向に、あの、進めていけば、あの、いいかなと、あの、私自身も、あの、思いました。あと、あの、後半のお話、すごく、あの、深いお話で、大変感銘を受けまして、あの、私も、あの、思春期の娘がいるんですけど、あの、ぜひ、あの、こういったお話、聞かせたいなと思って、あの、伺ってます。すいません、最後のコメントです。ありがとうございます。ぜひ、いろんなところでお話しできればと思います。よろしくお願いします。他に会場からご質問ありますか？ありがとうございます。たびたび質問させて申し訳ありません。あの、もう一つ、その、あの、ACP と、防災をつなげられたのが、今の、あの、ご質問にもつながるかもしれないんですけど、その、津波てんでんこではないんですけど、どこまで、あの、広域災害の時に、救援体制を充実させるかっていうところは、非常に
特にあのリアルタイムの現場でも非常に厳しいところになると思うんですね。それをもってあのブータンの、 あの言ってみれば日本ですと1週間であの確かに骨折した患者さんを治療してすぐにあの日常生活を送れることができるようになる高齢者の方、今までと同じ生活ができるようになる高齢者の方をあえて首都につなげていけないので、もうそのままあの方歩けなくなったらかなり効率に肺炎になって亡くなられますよね、早いうちに。それを社会として許容しているっていうところがブータンの現状だと思うんですけど、防災でも広域な場合とかエリアによってはそこまで踏み込むという意味でしょうか。つまりその限界があるということを受容しなければ我々ならない。どこかで限界は来るんじゃないでしょうか。なんですかね、それこ そ, そのソーシャルサポートじゃないですけども、まあ、日頃からあのどういうふうにこう醸成して緊急時を想定するっていうところだと思いますけども、ただ想像を超える緊急時もあるでしょうし、まあ、そこはなんですか、どこまで想定して話し合っておくかということで、まあ、それはちょっと難しいかなというふうに思って、それこそなんですか、ね、その人をどれだけ、その人に対してどれだけ向き合えるかというところで、その労力が、まあ、避けるうちに割いとくというところなのかなというのも思ったりしたんですけど、まあ、はい、それはちょっと難しい、その、あの、うまく答えられずにすみません。まあ、社会としての、もしかしたら個人としての ACP の獲得ではなくて、社会としての ACP というところにもなるという理解でもよろしいでしょうか。あ、なるほど、その、リソースを踏まえて、社会的に。それは、そうですね、あの、まあ、どこまでベストかっていうところは分からないですけども、うん、今できることをするってことになるのかなと思います。はい、ありがとうございます。続いて、オンラインの方からも質問がありましたら、受け付けたいと思います。まず一つ目、異国で、医療を行う上で現地に溶け込んでブータンの方々と信頼関係を構築する中で大変だったこと、そして印象的な出来事があればお聞きしたいですということです。そうですね。まずその先輩方が、そのブータンとの関係を構築してくれていたので、行政側はあのもう受け入れというのはまあできていたんですけれども、まあ、村にどうやって入っていくかってなると、まあ、まずそのまあ医者だっていうところで、もしかしたらそれがこう一つ突破口になるかもしれないし、壁にもなるかもしれないっていうところがあって、まあ、で向こうの現地の言葉を喋れるってわけでもないので、まあ、どうやっていたかっていうと、それこそまあまず子供と遊ぶっていうところから入りました。で子供と遊んで、あ、実はサッカーできるんだねっていうところから、じゃあサッカーみんなで一緒にやろうよっていう感じで大人の交えてサッカーして、で、まあ、あのサッカー終わった後にまあ飲み食いしてっていう感じで、徐々に徐々にこう受け入れてもらったような感じがします。では最後の質問とさせていただきます。平山様がソーシャルサポートの活動をされている中で、課題と感じられていることがあれば教えてください。そうですね、まあ、自分をどう助けるかってこう自助、あとは、互助、公助っていうのが、まあ、ありますけれども、今、互助っていうところがなかなかこう難しいのかなっていうふうに思っている。なのでその病院にかかったりとかこう福祉に、かかれるその公的な、公助っていうところから、じゃあどういったところに寄り合い場所を作ったりとか、互助を、公助が醸成していくってところが、大事になってくるのかなというふうに思っています。時間となりました。これにて質問を終了とさせていただきます。平山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。